こんにちは、海老原です。今日はですね、象の鼻はなぜ長いというお話を聞いていただきたいと思います。ちょっとね、かわいらしいお話なので、よろしくお願いいたします。象の鼻はなぜ長い昔々の象の鼻は、今よりずっと短かったよ。さて、知りたがりの象がいてね、ワニが朝ごはんに何を食べているのか、 知りたくて仕方がなかった。リンポポ川へ来て聞いていたらね、俺がワニ、朝ごはんはお前だと、ワニに鼻を噛みつかれてしまったよ。あいてて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 鼻してくれ食べられたら大変、ゾウは引っ張る。逃げられたら大変、ワニも引っ張る。ゾウの鼻はむぎゅーっと伸びる。 蛇が出てきて、足に巻きついて、うーんと踏ん張ってくれたから、とうとうワニはゾウを離したよ。助かった。でも、ゾウの鼻は伸びたまま。嫌だ。長い鼻をブラーンとさせて戻ると、仲間のゾウたちは笑ったよ。なんだいその長い鼻。そこへ、 一匹のアブがブがゾウは長い鼻でピシャリそれから高い木の上のバナナをひょいともいで食べたからねわーいいな長い鼻長い鼻って便利だな僕たちも長くしてもらおうよゾウたちは次々にリンポポ川へ出かけていったよそして 嬉しそうに長い花を振りながら戻ってきたってさ。ねそれからなんだよ。象の花が今のようにブラーンと長くなったのは、ね。という、象の花はなぜ長いというお話でした。ありがとうございました。